なんかさ、こっちちょっとやったらさ、こんなん出てきた。で、急いで録画ボタンを押した。最初から土管にフラワーはあったんですけど、オンラインとかちょこちょこと、リズムとミニゲームと、こんだけ、この3つ遊んだら出てきましたね。ここの右側の土管のところのフラワーが出てきたというか、いなくなりましたね。これなんやこれ、入ってみよう。ここだけアクションで入らなかったのかい。難しいなんや。ああ、こういう部屋好きかも。ん何これ、これ何、説明ないな。ない遊びに来た。あ、いるんか、こういう子。説明のやつ。俺、キノピオ取れんの？取れたらややこしいよね。見つかっちゃいましたが、秘密にびっくりさせたかったのに、でもこうなったら仕方ありません。秘密の遊び方見てね、トイパーティーへいらっしゃい、行ってらっしゃい。トイパーティー。またこういう感じでやるなら、すごく可愛くて、すごくワリオっぽくて、極めたくはなるけど、時間がね、遊び方。寝かせて？本体か、あれ。本体は寝かせられん、俺は撮影してるで。テレビでにします。どうやってやるの？うわ、めっちゃある。ちょっと待って。やろうよ。うん、やろう？うん。俺はこいつがいい。うん。よし。じゃあ、みんなが見える。いや、違う。もう、どうやって、あかんときどうすればいい？戻るの？輪っかできるのかなこれ本体。ごめん。11と22があって、で、こんでやってみて、まあやってみましょう。向きも大事って書いてあるから、寝かせてないけど、立ててるけど、テレビモードって分かってるんかなこの人。分かってるか？うわー、すげえ、こんなんいきなり出てくるんや。あんまり頑張らんでもミニゲーム出てくる感じ。ワリオの時の方が難しかった。ワリオ、メイドインワリオ。かわいい。気持ち悪いな。おう！違うって、今傾けないと、転がらんのかいって言おうとしたら、あいつ傾かなくてもいい。ちょっと待って。早いなぁ。危ない。遅かった。危ない。いや、楽しい。くーじゃん。いや、一人にすればよかった。なんかあいつの見てたかんがな。うまいがな、ほんであいつ。ごめん、俺がなんかごめん。お、かっこいい写真が。俺一個も打てんが、あいつ代わりにダイソーしてる。キノピオ。俺ん時球速くね？ちょっと動けない俺も。あー、俺下手やわ。傾けるんかな本体。テレビ元じゃないときは、投げるとき。それがまた面白いね。3回でいいわ。ピッチャーどうやってやるの？俺か。うわ、なんか左の質感最高やな。早くヨッシーのやつやりたいぐらい質感。スピードボールはこれで、スローボールはゆっくり倒すよね。いや、スローすぎるわ。あかん。1点入ったの？アウトなんや、あれ。俺、あれ狙ってたのさっき。危ね。あれアウトなんや。そっか、この引っ張る角度で速さは分かるんやね。じゃあこれどこに、横でどうやって投げる？の横投げれんねやこれ。速いか遅いかや。そんなもんやね。だからこういう昔あったんですよ、こういうボードゲームが。知ってる？昔本当のリアルのこれが売ってたんですよね。何千円とかで。それの、で、あそこのホームベースの前に穴開いててさ、そこになんか押すと消える魔球になって、みんなそれやれば絶対打てんや、みたいな、そういうのあったんですけど、絶対打てんことないかな。なんか打てる方法あったんかもしれないんですけどね。ポッて消えるやつね。この絵がめっちゃ綺麗。綺麗じゃない？あんなんか今のゲームってプレステ4とかって俺全然知らんでさ、あれが綺麗って言ってる俺がダメなのかもしれない。これどこに、あ、青いとこに入るといいんか。遅いな俺振るの。なんか振り遅れそう。ああ振り遅れた。なかなか難しいよこれ。早すぎる早すぎる。いやって、あのぐらいの速さで打った方がいいやな。でも次そうするわ。あ、ちゃんとさ、そのボードゲームみたいにさ、あそこの下のとこネジで止まってたりするのね。お、すごい。あいつと組んでよかったこれ。やった、早く打てる。スリーベースヒットいってるなこれ。1点入れたぞ。やったぞー。なんか野球ゲームやりたい。さっきからさ、マリオマニアとマリオボールやりたいな、なんか。やった、ちゃんと見た。野球ゲームやりたくなってきたぞ。いいゲームズ出たいぞ。ズじゃねえ、いいゲームズって言ってる時点で絶対勝てんよね。まあ今国体やってるけどさ、来年の国体からさ、ウイニングイレブンとかがいいゲームズで国体でやるやろ。すごくない？で本当にオリンピックとかでサッカーゲームとか出た時に、その選手とか実際の名前とか使ってるゲームやったとしたら、実際のサッカー選手が活躍してるのにこいつが使ったで活躍できんみたいなのがあったり、その逆もまたしかりあったりとかするんですかね。あ、俺後ろ動かしてるの初めて知った。後ろ動かしてます。後ろ動かしてます。後ろこうピッてしか動かんで、それ最初から動かせないかと思ったらずっと動かせます。あいつ振り遅れるからこっちとかやれます。早うまいことしたなあいつ。性格がねいまいち良くないんかもしれないですね。振り遅れるこっちやな。取れん。それはうまい。俺の夢当たってる。うまくできてるな。遅れたー。うまくできてるなって言ったのは、今みたいに取った後にコロコロコロって転がるところのことを言いました。うまい。君を必ず僕は。でもスリーベース打った方がうまいな。あれたぶんうまいんじゃなくて、振り遅れたからスリーベースになっただけっていうね。スリーベース打った僕が必ず点数に返してあげよう。返してあげたい。あー、俺のせいや、ごめん。なかなかヒット難しいですね。うまっ。やばいやばい、ホームランってあるか。あ、一番真ん中や、あれ。あんなとこどうやって行くのあれ。おー、満塁になった。いいな野球ゲームって。久しぶりにやると。昔はようやったぞファミスタ86とか。すごい強いやん。やった。俺ばっかりなアウトになるの。ごめん。ごめん。ピーチじゃないわ。誰やったっけ。今気づいたけどさ、横投げれんやんと思ったらボールがないのね。これ B がないわ。ストライクかアウトしかない。これ速さだけの勝負だよ。そこがまたいいな。ボードゲームっぽくてや。ボードゲームってやって何今。今ね、最後2球さ、ゆっくり投げようとしてんのに投げれてないんやで。ほら、速くなってもどうやってやれたっけ、ゆっくり投げるの。あ、どうやって投げるの、ゆっくりってどうやってやれたっけ。ボークやろ、今でも。あれ、ゆっくりってどうやってやんの。じゃあ、トイパーの他をやっていこうかな。こっちとか。